はい、スピルと申します。タウンスター。生放送でやってた部分のアーカイブのまとめの第2部です。ある程度ね、小麦を作って、サトウキビを今植えて、砂糖を作ろうかなっていったところから始まっていきます。では、よろしくお願いします。見てくださってる方ありがとうございます。スピルと申します。街づくり自体は4回目かな。まあちょっと作っては壊してってやって、このゲーム自体は10日目ぐらいのまあ初心者ですね。まあまあのんびりやってってます。で、とりあえず今目指しているのは、まあ、サトウキビで砂糖を作って安定してお金稼げる。あとガソリンだね。ガソリンを作るとこまで、目指そうかなといった感じです。とりあえずこんな形でサトウキビゴン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 立ててもらおう。おっちゃんもう一人雇ってもいいぐらいだね、これね。雇っちゃおうかな。やりすぎの気もする。でも、おっちゃんはね、愛しいおっちゃんなんで、大丈夫でしょう。よくわかんないけど。水余ってんだよね。水余りまくってるからさ、っていうか、川ってすごいね。めちゃめちゃ水あんね。ていうか、この辺もさ、壊しちゃっていいかもな。この辺とかも絶対こっちに川あんのにさ、この川使わないよね。あ、でもそっか、工業やるのに川必要だったりするのか。川っていうか水が必要だったりするのかな。だったらいるか。もうちょっと、いや、後でさ、お金いっぱい手に入るようになったらさ、川なんていくらでもさ、手に入るよね。言い過ぎ？川じゃない、水、池なんてさ、いくらでも手に入るでしょ。入るよ、多分入るよ、絶対入るね。後でこれ後悔するかどうかよく見といてください。もう絶対後悔する自信がある。よし、ここら辺が最高の水取れるんだけど、ここにしたら一気に減るよね。この石だよね。この石邪魔だよね。でここにサイロができるようになって、サイロ2個目いる？サイロじゃないや、風車2個目。風車2個目はさすがにできんよな。はい、おっちゃん、もう一人追加。もうどんどん頑張ってた。あ、こいつの影響もろ受けてる。ああ、育つの一気に遅くなっちゃったか。ここ池潰して、ここにサトウキビ立てると、サトウキビがガンガンできる？そんなことするぐらいだったら、ここ潰した方がいいか。だね。お金はあるから1個潰しちゃおう。で、ここにサトウキビを立てると、よいしょ。まあ、これで綺麗にね、サトウキビ、ここは育つでしょう。高い建物近くにないしね。で、水やりが必要ない土地なんだ、ここ。うわ、マジか。ここ必要ないんだって。マジで？え、もう調子乗っちゃう。水やり必要ない上に早く育つ。あ、ここはいるんだ。あ、もしかしてここも湿地、ここ壊したから必要になったかも。あ、やっちゃったかも。まあ、いっか。1ならいいよ、1ならいいよ。おっちゃんたち頑張れ。さあ、言ってる間にサトウキビ10個たまったね。売りに行こう。はい、サトウキビ売りに行ってもらいます。このさ、ぐるぐる回る時間が長くなるのと歩く距離が長くなるの、どっちがいいかって言われたら、歩く距離長くなる方がデメリット多そうなんだよね。おっちゃんが走ります、取ります、また走って戻ります。で、何分ぐらいなんだろう。ちょっと待ってね。今これフル回転の状態で、フル回転で30秒。これはこれで早くできんのは気持ちいいけどな。ガソリン準備していかなきゃね。ガソリンとかさ、ちょっと奥の方で作りたいんだけど、いるのがガソリンを作るために必要なのがオイルポンプ、製油所、この倉庫で、あとは風力発電、発電所、労働者の家、これぐらいだっけ。あ、給水施設だからこれもいるね。かなりいろいろいるから、まずはやっぱ倉庫だよね。倉庫建てて人件費のかからないところからやっていきたいけど、1万しかないからな、ちょっと辛いよね。よし、じゃあちょっと動いてみるか。こっちの方で割と農業をやる予定なので、逆の側でいろんな工業的なものをやっていこうと思う。で、まず風力発電とかもさ、奥にあった方がいいよね。3マス開けなきゃいけないってなると、この建物から123でここだよ、ここで道を、まあここに道作るとして、でさらに123マス開けたこの辺からまた新しい建物になってくるよと。んな感じでやってみるかな。はい、立ちました。これ後にすればよかったかな。風車建てたいんだけどね。風車建てるとさ、風車からエネルギーを出すおっちゃんを一人雇わなきゃいけなくて、そのおっちゃんがちょっと高いんだよね。まだ早かったかな。先に風車建てればよかったね。キャンセルなんてできないからな。さっきキャンセルすればよかったのか。遅かったね。まあいっか。同時進行していきましょう。お金がちょっと不安になってくる。これ間違えた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 。ちょ。怖い。やっちゃったよ。はい。で、まあとりあえずこいつがあるから、こいつのエネルギーは全部こっちに持ってこれるね。よし、これでいきましょう。あ、言ってる間に。はーい、立ったー。さて、どうすっかな。とりあえず1個作っといてもらって、もうちょっと余裕ができたらおっちゃん雇うか。小麦があと2つだね。これで1個、あ、これで2個、これで3個。あ、じゃあもういらない。はい、壊しました。小麦がこれでぴったし終わる。これね、刈り取ったらおしまいです。ね、よいしょ、刈り取ってもらったらこの小麦はおしまいと。で、おっちゃんたちがこっちに集中するんで、家が遠いからね、ちょっと行ったり来たりになっちゃうかもしんないけど、まあこんだけ人数いたらね、どうにかなるでしょう。っていうかしてください。ね、これでいきましょう。よし、回った。30秒。30秒回ったら、これを止めて、こっちのね、砂糖に切り替えます。で、待って、ごめん、間違えてる。よいしょ。はい。はい、こっち。さっき持ってきた木は、やっぱ消えちゃうのかな、これね。わあ、サイロもいっぱいになってる。まあ、でもその間に、よいしょっと。小麦10個できたので、いってらっしゃい。労働者のお家。あれ雇えない。2500はないとか、今。そんなことないね。え、待って。784しかない。これ大丈夫かこれ。気づいてなかった。そんなお金なかったの私。大丈夫怖い。あとね、48秒で帰ってくる。これどうなんの？あと2分経ったらおしまい？でもまあ1分以内だから、まあ間に合うっちゃ間に合うんだけど、いや、ちょっと怖っ。何にも考えず物ポンポン立てすぎだね。見てなかったわ。どうにかなるみたいな感じでね。あんまり深く考えてなかったよ。もう544。怖っ。やっちゃったね。すごい怖いわ。はい、おかえり。お金入った。よし。で、風車立てちゃうとさ、どんぐらいになる？ 1501は15000。で、しかもここに立てると効率はすごい悪くなるんだよね。ちょっといいや。立ててみよう。めっちゃ影響受けんだけど、これでちょっとやってみたいと思います。だね、サトウキビ自体はかなりいい感じで、ボンボン取れてるね。あとは風車をいくつか作って、回るようになれば、とりあえず安定してお金は手に入るよと。よし、オッケー。風車の出来上がりです。でこいつも砂糖を作ってもらいます。で砂糖は結構あるから木が足りない問題が発生するけども、木はねこのおっちゃんたちに頑張ってもらおう。よし、まあ今日はこの辺にしようかな。生放送、見ていただいている方ありがとうございました。タウンスターね、まあ、私はちょっとほぼほぼ無課金みたいな感じで、まあ、やってますが、そうだね、課金してやりたいけど、ちょっとね、今お金がないので、まあちょっとお金できたらね、また遊びたいと思います。というわけで、続き多分動画にするかと思いますので、またよかったら見てください。で、チャンネル登録、高評価、良ければお願いします。ではまた。